背面反力ってこうバックスイングをした時に少し左足の方に踏み込んでいく、うん、踏み込んでいくことでここからこの曲げた膝をグッて伸ばす時にこの腰が下がって回転力が増してスピードが出てくるということです、はい、例えばだからこうやって振ったら全然スピード出てこないでしょ、足の力が使えないから、はい、ジャンプする時でもまっすぐ立った状態からジャンプなかなかできないけどしゃがんだらジャンプができますよね、はい、だからそのスイングでもバックスイングした後ちょっと踏み込んで伸びていく、うんうん、この骨盤の傾きこれがこういう回り方しちゃうと全然この腰が傾かないでしょ、はい、これだと踏み込めないんですよ、踏み込んだらもう右腰が下がってしまうんで、これだと回転力引っ張る力が湧かない。バックスイングを振り上げた時にまずポイント1はこの腰がフラットでなく少しこうバックスイングした時に右腰が高くて左腰が低い状態を作るっていう、これが大事、はい、でここから横にスウェーといって流れてしまうとこれまた踏み込めないので、ここからもういきなりグッと踏み込んでいくんだけど、この時に実は他のデータを見ると大体みんなこの胸がグッと前屈して下がるんです。なんかイメージはくしゃっと縮んでしまうような感じ、はいはい、横移動じゃなくて下に全部体をくしゃっと縮めるような感じにすると踏み込める。でその後グッと伸ばすことでこの回転力が増してくる。だから3ポイントですよ、いきますよ。1、はい、バックスイングした時に右腰が高いということはちょっと右膝が突っ張って伸びるぐらいの感じでもいいと思います。これをこう使わないということで、ここからぐしゃっと縮む、その時に胸が起きるんじゃなくて下に胸も動かすような感じで踏み込む。でその後は左膝をぐっと伸ばすことによって正しいインパクトができる。一つすごい重要なことがあるんです。ちょっとこれ今後方からだから見にくいかもしれないけど、うまくやるとこれがグッといったらグッてこんな感じです。でうまくやらないとこれになっちゃう、これになっちゃう。踏み込むことだけ気にして踏み込む踏み込む左に踏み込むっていうとこれになってしまう、これになってしまう。あ、わかります。ダフリーですね。ダフリーかな。シャンク、うん、シャンクでもないね、うん、あれカットしましょう、ここは。はい、あ、カットです。そうです、カットになってるんですよ。カットというのはアウトサイドイン軌道、踏み込もうとするとこの骨盤を左に傾けよう傾けようとすると胸もね、胸も傾いてしまう。こうすると上から降りてくるので、はい、これで踏み込むと思うとそもそも体重が左に残ってしまったところから左に踏み込んでいくとクラブがどんどん上から来てしまうんです。トップの位置から左の腰が低いまま回転していくとこの骨盤の角度はこういうふうに左に傾いてるんだけど、その時に胸はね実は右に傾いてるんです。こっちにねじれで腰はこっちに向く、胸はこっち向く、でしかもこういうふうにこういう向き、こういう向きなんです。はいはい、松山秀樹くんみたいな、ずっと腰は左に下がる、胸は右に下がる。こうすると体のねじれがバックスになって反力も使えてインサイドから打てるということなんです。というわけで今回の地面反力に関してはちょっと私は難しすぎて調整はまだできてませんけど、ね、私も挑戦しますので皆さんもぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。I wanna be happy, 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 day and night, wanna be alright, happy.